こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。今回も業界のニュースをお伝えしてまいります。グミ、アングーとモバイルゲーム事業における資本業務提携を発表ということで、まあ、こちらですね、グミさん、まあ、今ですね非常に、調子が良い会社さんでありますが、まあ、こちらの方でですね、今度アングー株式会社、こちらの会社とですね、まあ、一緒になってやっていくというところの発表がございました。まあ、アングー株式会社ですね、代表の中川さんという方がいらっしゃるんですけども、まあ元カプコンにいて、ストリートファイターあるいはデビルメイクライなどですね、有名作品を手掛けてきた方でございます。まあ、グミさん今ですね、日本のみならず、全世界にですね向けて、モバイルゲームをですね、展開していこうというところの試みが非常に強いわけですけれども、まあ、そういったところにですねやはりタイトルとしてもどちらかというと、海外でもですね、ヒットが、見込まれているような、まあ、そういった、そうですね、カプコンの、ストリートファイターであったり、まあ、デビューメイクライ、そこを作ったですね、ような方の会社というのはですね、まあ、やはり親和性は高いのかなというようなところは一つですね、感じております。まあ今ですね海外に向けていくに向けて、まあ自分たちのゲームのみならずやはり、外の会社さんと一緒になってやっていくというところをですね、グミさんは一つ、考えられているようです。まあ今やはりですねゲーム業界全体、海外に目を向けて、海外にゲームをリリースしていくというところがですね、どれだけできるかというのがかなり、話題、まあ今後のですね、焦点になってくるかなというところでございます。まあ、弊社の方でもですね、アニメ、ゲーム、漫画業界に特化いたしまして、クリエイター専門の求人サイトラクジョブ、こちらを運営しているんですけれども、まあアニメもゲームも漫画もですね、まあ、それぞれ、海外に向けてというところをですね、主眼に置いている企業も多くございます。まあ、そういった会社さんからですね、求人の情報というのも多くございます。まあ、その場合ですと、まあ、例えばですね、日本国籍以外の方、まあ、言語運用能力の高い方というのがですね、かなり重宝されたりということもございます。ぜひともですね、興味のある方は一度ラクジョブ検索してみていただいて、興味のある求人ぜひ応募いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。